はい、こんにちは、スワラジ工房です。今日はですね、アラジンのブルーフレームストーブを10年以上使い続けた経験から芯の交換方法を実践でご紹介していきたいと思います。それでは早速ご覧ください。どうぞ。はい、まず手順1、古い芯を外します。はい、外しました。はい、そしたらこの外筒を左に回して外しましょう。これですね。はい、そうしましたらこちらも外します。で、外しましたらですね、クラッチを引きながら、これをつまみながらですね、一番上まで持ってきます。はい、そうしましたら一番上まで持ってきたので手で抜き取りますよ。こうだ、よいしょ。はい、そしたらですね、この古い芯を取り替えますよね。ここに爪があって引っかかってるので、ここを外せば取れます。取れました。はい、そしたら新しく購入した芯をつけていきます。で、ここの爪の位置を合わせて引っ張り込みます。はい、こういう感じでつきました。ではこれをセットしていきますね。ここの部分にですね、このくるくる回るギアがあるんですね。ここにかませていきます。そうですね、こんな感じでちょっとドライバーかなんかでシュシュシュッとやってあげるといいと思いますね。とギアの上にこのギザギザが乗っかりました。クラッチをこう引っ張りながら左に回転させて下げていきます。レバーがですね、この一番右にした状態でこの穴が2つ見えてるくらいがちょうどいいってことなんですね。なのでここで調節します。このクラッチレバーを引きながら調節します。これじゃちょっと高すぎます。またクラッチレバー引いて矢印を合わせて、これぐらいかな。で、メモリがね、12ぐらいがちょうどいいかなって感じですね。一番右で穴が2つって感じで、外の筒をつけますね。よいしょっと、ちょっと右に回してこういう感じですね。じゃあこちらのギアもカバーします。はい、カバーしました。で、あとはですね、1時間ぐらい芯がオイルに馴染むまで待ちましょう。はい、それでは1時間経ちましたので点火してみたいと思います。はい、まずレバー上げます。つきましたら蓋をします。またちょっと調節してあげてください。ちょっとずつ上げて、最後までありがとうございました。で、スワラジ工房は普段は、天然素材の布の産地をめぐって旅して、で、服作りと音楽活動を中心に活動してます。ブルーフレームストーブと、あと反射板のストーブの、比較レビュー動画とかもご用意させていただいてますので、もしよろしければ詳細欄にリンク貼っておきますのでご覧になってください。で、これからも皆さんのお役に立てるような情報を発信し続けていきたいと思いますので、よろしかったらチャンネル登録とかライクボタンとかいただければ本当励みになります。それでは次の動画でお会いしましょう。失礼します。さよなら。